いやね、そのバンカー今からカイト君に教わろうと思うんですけど、こんなマッチョから教わっても結局なんて、わかるでしょ、あやちゃん、あの、そうですね、開いてなんかエクスプロージョンみたいなイメージじゃないですか、この人。教えてください、カイト君、私にドライバー打たせてください。ゴルフ始めたばっかり、バンカー打たせてください。うん、あやちゃんってバンカー得意なの？いや、苦手な方です。ここ硬いよね、下。ここ出ないです、本当に。で、ここ。でもめっちゃ高いし。うん。砂も少ないし。ね。いいんで。行っちゃいましょう、じゃあ、あやちゃん教えてもらおう。はい。めいちゃん。うまい。てってれー。だけど、この打ち方、お前スピン入んないでしょ、バンカー。入んないです。バンカースピン入んない打ち方してるんです。全く入んないです。バンカーからもう転がす。バンカーから転がすイメージみたいになってる。え、女の子出れば十分じゃないんですか？いやいやいや、カットスピン。見なきゃダメでしょ、バンカーは。あゆちゃん、スピンが欲しいの？欲しいです。じゃあこの動画のタイトルは、女性でもスピンを出して、上げられるバンカーの出し方。まあ、球を上げて、飛ばさないためには、球を上げるなんか超簡単なんですよ。なんでかって言ったら、ね、なんでかって言ったら、外からインサイド、アウトサイドがインに入れたら、ウェッジは勝手に上に上がるんですよ。そこにスピンを入れるってなったら、やっぱりいかにフェースの上をボールを転がすかっていうのが重要でして、はい、ね、アユは、こう、まず上体高くて、長く持って、低いところからこうやってってるだけじゃないですか。こう、よいしょって運んでるだけ。うん、それだと、高い顎の時とかに出ないんですよ。高い顎になってくると、もうどん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 、あ、もうどうしよう、ちゃっくりして手前みたいな、やんない？やりますって、やっぱだから、フェースを開いた分、左向いてあげて、もう限界開く、もう真上向けるぐらい、ウェッジを真上向けるぐらい開いて、で、ボールの手前にこういう線があると思って、その線の上にクラブを落とす、これも落とす、で、絶対左足体重で、この開いたフェースをボールの手前の線に落とすだけ。スピンかかってた？かかってました。高麗だからそういうイメージで打つと、うん、多分球は止まると思います。まず重心が高いんですよ、長く持って。あ、体のね、はい、うん、もっと足開いて埋めて、うん、腰落として、うん、ガンって言っては止まります。もっと足開いて、腰グッと落として、もっと開く、で、開いた分左向く、で、開いて、で、足を埋める、もうこんぐらい開いて、で、ボールの位置はやや左気味で、左足下に全然違う。それで、こうやってフックラブを使うじゃないですか。今のアユの上げ方だと、こうやって、うん、そうやって上げると、フェースが立っちゃうんですよ。だから、打ち出し角が低くなるから、これはもう開きながら上げます。フェースの面をずっと自分を向けとくんですよ。打ってかな。開いたままで、開きながら、もうミスしてから、もうできてるわ、ちゃんできた、開きながら、そうそうそう、で、自分を向けながら開けてみる。そうそうそう、お、かかった、めっちゃかかった。出玉が弱くなって、勢いが遅くなるんですよ、ボールスピードが。ボールスピードが速いと、前にパーン跳ねていっちゃうから、ボールはバンカーからは柔らかい球を打たなきゃいけないんです。だから開いて、インサイドから自分の方向けたままポーンって上げると、球がポコーンと上に上がってバンカーに飛んでいくんですよ。バンカーグリーンに向かって飛んでいくんですよ。そう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 。だけど今のもめっちゃ止まった。閉じて使ってるから球が上がってない。この面を変えずにこう出る。なんだもうこっち開けないんだ。で、当たってからもこういう面。こうクラブをこういうふうに使う。
っていう風に、ね、飛ばないからもっと全然振っていい。そう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 、でも全然違う球だよね。こっち側から上げていくイメージ。こっちを上げる、アイはこう上げるから、うん、だからこっち側を外に持っていくイメージ。先っぽを外に引き持っていくイメージで、このまま打つ。そうそうそう、まあ、トップ上げてみ、もっとトップ馬だけ、そう、うん、から下にボン、上からドーンと落とす。そう、うん、もっと開いていく。最初真上向けて食べたい。すごいぞその開き方。その開き方シャフト当てる。そうそう、それでその分開いてる分左向いてあげるんですよ。ああ、この位置から見ると真上向いてるんですよ。うん、いいよ。え、これ、うん、打てる？打てるよ。分かる、気持ち分かる。手前の線にをボーンと落とすの、上から。ほら、完璧や。めっちゃシュッて上がるでしょ。上がる。だから最初のギリギリ超えてくる球とは違って、余裕持って顎を超えてくるんです。ちょ、こっちの視点からもちょっと危ない。うわぁ、無理無理。今のも肩が上がる。だけど見てください、これ今のホームランがこれ、その前の綺麗な球がこれ、入り方が全然違うんですよね。ボール綺麗に当たってるから、下3本の溝使ってるじゃないですか、うん、あのベントグリーンだったらもうビビッと止まってます、ね、うーん、やっぱバンカーの入り方と抜け方はめちゃめちゃ研究した方がいいです。練習できる人は、できる環境がある人は、もう真上向けて左向いて、めっちゃ右向いてる、左向いてる、ボーン。カイト君だからできんでしょみたいな、ちょっと雰囲気あるよね。そうですよ。いや、でもそんなことない。そう見える。体型が、体型が、体型が、お腹が、お腹出てるだけじゃん。それはいいじゃん、ほとけ。手の力あんまないっすか。全然使ってないです、力。難しそうにやるから簡単にできたりとかいいんだよ。簡単ですよ、簡単。めっちゃ上から入る、もうボールに直接当たってますもんね。じゃなくて、だから、ね、バカだね君は。この線に落とすんだってない。引いて、僕それね、妹にも言われる、線の話言われる。線のところに落とすのが、うん、難しいです。線あるじゃないですか、うん、線言われたらもう苦手だよね。線の面にこうやって構えて、こうやって落とすんですよ。そう、落とすポイントは何ですか。落とすポイントは上からポン、うん、来たよ。上からポン。線苦手っすよね。線苦手ですね。線でついちゃうと、うん、もうほんと、もうそこの線のところに落とさないと、って落ちてないじゃん。ホームランしてる。そう、だからそれは線より先に落ちてるからなんですよ。あ、そういうことなの。そう、線より先に、え、手前だっつってんの。そう、この線の上にクラブ落としてほしいって言ってたのに、うん、線の先にクラブを落とそうとするからボールホームランしちゃうんですよ、うん、線の上に落とせばいいんですよ。線の上にポーンって。もう一回やろう、もう一回。もう線に落とすの。そうそうそう。で、アユはやっぱりこうまだあの打ち方がこうやって手首を絞りながら出てるんですよ。だから球が上がんない。だからこういうイメージです。こう、分かるかな。こう、右手、右手じゃない、クラブのヘッドで返す。お前はこうやって打ってる、うん、体で。そう、ボールに体が先行するなみたいなこと言ってんの。こうやって打ちすぎなの。うん、こうやって、うん、ショットじゃない、バンカーはできてんじゃん。ラフから、そう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 。
逆に行って前から入りすぎて左足下いいよね。ここショットぐらい打っちゃっていいんですか。全然いい。普通にこれでバーンって、バンカーショットそんな柔らかく打たないでしょ。ポーンと上がったじゃないですか今。あ、じゃあもう一回、今忘れないうちにもう一回やろう、忘れないうちにもう一回やろう。ほらかっけえ。うおー、来た。今の入り方すげえ。だそれをもっと振ればいいだけです、うん、かっけえ。で、これが慣れてきたら自分の感覚で距離感を合わせていく。いや、今の超かっこいいじゃん。ポーンと上がるなったでしょ。これです、これです。え、掴んだの本当。いや、掴みました本当。え、じゃあちょっとアイちゃんちょっとまとめいこう。じゃ開いて、あのショット、普通のアイアンショットと同じイメージでもう振っちゃう感じですね。最初多分それが分かんなかったから、あの手首とかでやっちゃったり、体だけでこう回したりしたら、そのトップとか出ちゃってたんですけど、最後このポンって綺麗に上がった球はちゃんと開いて、まあ、アイアンショットぐらい振ること。重心低めって重心低め、うん、短くなって重心低くしたら、うん、その分飛ばないんですよ、うん、でボールと近いんですよその分、うん、球も開いてる分インサイドからバン。ボールの位置は、ボールの位置は、うん、やや左目、左目。体は開いてる？体は開いてる。体はあのヘッドを開く分、うん、左に。掴んでるよこの人。どう？いや、掴んだ。見たか？ヒロさん。ヒロさん、田中さん見たか？いや、すごい。これだよ。全然違う。これだよ。ね。普通の女子でもできます？いや、できます。できる？はい、力入れてないですよ。力いらないでしょ？それぐらいバンカーは本当は簡単なんですね。なんだよ。みんなが難しく考えちゃってやってるんで、うん、まずバンカー皆さん開けてないですよね、一般アマチュアの方は。バンカーの時こそこのウェッジを最大限使わなかったら、もうせっかく58度とかある意味がないじゃないですか。だからもうバンカーでしかこんな開けないんだから、やっぱり開いちゃいましょう、とりあえずね、うん、そういう線がある練習をして、線来たよ、線来たよ。この上にクラブを落とす、この上に左足体重を落とす、左足体重ね、左足体重です、うん、そしたらもう誰でも、君も明日からバンカーマスター。じゃあはい、クソバンカー下手な僕の回復か、行きましょうか。はい、リンゴルフオープンニュースのお時間です。12月5日太平洋クラブ御殿場ウエスト、こちらも毎回好評の100切り応援会場でございます。年内ラストは12月14日土曜日、徳島県で J クラシックゴルフクラブですね、うんうん、初めて四国へ上陸します、うん、おお。リンゴルフオープン2019の大トリを飾るのは2020年1月17日埼玉県南山カントリークラブです。うん、いいコースだ。来年ということもあり、実は参加エントリーをしてくださっている方がとても少ないんです。決勝進出を目指している方はおすすめです。リンゴルフオープン2019も少なくなってきました。皆さんぜひご参加ください。お待ちしております、はい、待ってます。バイバーイ。